後崎チャンネル。ジョブ。こんにちは。佐々木が優勝するために予想したキーマンたち、どうなったのか。ぜひ、はい、はい、振り返っていきましょう。はい、まあ、今年ね、まあね、シーズン前にね、はい、佐々木さんが、はい、あのこのチームはこのノルマを達成したらこの人たちがこんだけ活躍したら優勝できるよっていうね、ボーダーラインを引いてね、はい、見ていったわけだけども、はい、それを今日パリーグ編っていうところでね、はい、まあ、だから最下位今年、はい、日本ハム、うん、ね、シーズン前には日本ハムが優勝するためには、はい、北山か石川の守護神どちらかが最多セーブ、うん、加藤、上沢、伊藤で40勝、うん、野手は清宮30本、万波20本、うん、野村20本、うん、マルティネス2割7分5厘、ホームラン15本、はい、上川畑3割、うん、これができれば優勝できますっていうね、はい、ところで言いましたけども、はい、どれだけ当てはまってるか、うん、でも万波、ホームラン25本だから、はい、いやホームランもちょっとこうね、惜しかったからね、惜しかったです、うん、で清宮がホームラン10本、ちょっとやっぱ30本も行きたかったと思う、うん、野村ホームラン13本、うん、だちょっと清宮のホームラン30本は言い過ぎだけど20本ぐらいにしててもよかったかも分かんない、まあそうですね、それでも全然ね攻撃力変わったよね、うん、その分の万波選手が打ちましたからね、そう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 、うん、マルチエス2割4分6厘ホームラン15本、おお、そこそこね、うん、行ってるよね、はい、上川畑2割1分2厘、ここだね、ちょっと足りなかったですよね、うん、でやっぱり攻撃陣はね良かったと思うんだよね、うんうん、全体的に日本もあのもうずっと接戦を落とし続けてた時あったじゃないですか、あったあったあった、1点差みたいな、だあれが勝ち切れてたらでも最下位じゃないですもんね、多分、うん、あと12連覇あったしね、ありましたね、だ日本ハムはチーム打率が2割3分1厘パリーグ最下位、うん、で防御率が 3.08 はパリーグ3位、うん、でもエラーが多いんで94個、ああなるほど、でチーム打率はいろんな選手出るから、うん、多分その選手たちが落としてんだよね、はい、チーム打率をね、なるほど、うん、そこら辺が底上げできなかったっていう ね、 ね、うん、あとはピッチャーのキーマン北山か石川の守護神どちらかが西武、うん、北山は途中で先発してたからね、はい、であと石川もね、うん、防御率 5.87 ちょっと苦しかったね、はい、でもまあ田中正義がね、うん、頑張ったっていうのもね、そうですね、あるけどもね25セーブね、はい、うん、で、上沢、加藤、伊藤で40勝、うん、上沢9勝、加藤7勝、伊藤7勝、うん、23、はい、約半分、うん、でもあと20勝ね、乗っかってたのよ、はい、いけてたよね、いけてましたね、あもうこう勝ち越し、もうこんだけのピッチャーたちがやっぱ勝ち越せてないんですよね、それはちょっと痛いかったよね、うんうん、まあ、そこはね、やっぱね、エラーとかがね、ミス多いからね、うん、そこら辺はちょっとね記録じゃ見えないところだから、そうですね、うん、もうちょっと走塁とかも含めてやらなきゃいけないね、うん、で5位西武、はい、西武のノルマはエンス今井で25勝、はい、マキノン、ペイトンで50本、うん、トノサギ2割5分、うん、そして優勝できますっていう、はい、マキノン、ペイトンで、マキノンが15、ペイトンホームラン5本、はい、だから20本2人で、うん、半分もいってない、足りなかったですね、それはちょっときついよね、トノサギ選手クリアします、本当はね2割、ね、クリアね、うん、ホームラン12本もね、はい、結構頑張ったよね、うん、でピッチャーエンス今井で25勝、はい、今井は10勝してんだよね確かね、うん、しましたね、うん、初の2桁48番10勝ね、うん、エンス1勝1勝か1勝10敗だから2人で11勝じゃん、はい、これ14勝してたらね、うん、あとプラスアルファね、うん、いいところね言ってたかも分かんないけどね、1勝10敗ってすごい、うん、去年の隅田投手みたいな、うん、去年2桁勝ったからな、うん、そういったところではちょっと期待外れだったね、はい、エンスはね、うん、あとはちょっとね山川さんいるの前提でこれやってるからね、まあ、確かにね、うん、そこいなくなると思ってないじゃんね、うん、まあ、そこで援護率だいぶ変わってくるんですよ、全然変わってくる、ね、全然変わってくる、うん、で4位楽天、はい、田中マー君貯金8、則本タイトル、岸10勝、うん、庄司が駒子が新人王、うん、松井聖望で宮森が25ホールド、で浅村ギッテンスフランコで80本、松井聖望取ったね、うん、だからやっぱりこの A クラスに近い方に行きます、ね、行くわけじゃん、うん、でマー君貯金8、借金4です、なんですね、うん、岸10勝9勝です、9勝1勝足りず、惜しかった、森本タイトル、まあ、取ってないね、で庄司駒子が新人王、ちょっと難しかったね、庄司投手いい活躍したんですけど援護やっぱ足りなかったですね、そうそうだね、うん、うん、で浅村ギッテンスフランコで、80本、
浅村が26本ね、はい、ホームランをね、大体、うん、だって26本だから3で割ったら3による3、6、18だから大体、うん、まあ、ノルマ達成してるわけ。そうなんですよ、1人のね、大体、うん、ね、うん、でフランコ12本でこれで38、でギッテンス試合出てない、ギッテンスギッテンス俺のギッテンスってその3ぐらい38本。だからこういうところの援護率がチームの成績を下げてるんだよ。ここでギッテン選手がさらに20本とか打ってたら全然、それはもう A クラスは間違いなくいってたと思う。多分もう庄司投手ももしかしたらもっと勝ってた、2位だったと思う、うん、ですよね、余裕の2位だったぐらい、2位だったと思う、うん、あのね、そう考えたらやっぱここ、うん、どう、何気にこの宮森ちょっと今年苦労したもんね。あ、でも宮森投手の分やっぱ渡辺翔太投手が頑張ったね、出てきたので、うん、代わりにね、だからその上げた人の代わりでそれをクリアできてれば、うん、まあその選手じゃなくてもね、はい、だから俺何気に楽天これ庄司駒込の新人王はちょっと言い過ぎたかもわかんないけども、はい、これ何気にクリアしてたら、うん、優勝してたよな。はい、だって今年2位もありましたからの、最後、あったあったあった、最後までね、はい、まあ、そのね一番の原因はね、うん、ギッテンスとフランカああもう間違いない、ここ やそうなんです、うん、やっぱり序盤誰も活躍する人がいなかったんで、うんうん、やっぱこの2人がね、うん、こうグッて来てくれたら、何気にキーマンあんねん、これいい線いってたよな、うん、いい線いってましたね、うん、で3位ソフトバンク、はい、藤井がタイトルで坂東10勝、うん、モイネル・オスナが怪我なく1年、うん、で下位2割5分でホームラン10本、柳田今宮が怪我なく1年、うん、っていうところで、はい、モイネルが怪我しました、はい、怪我なく1年いたらいいのに、やっぱ、うん、モイネロがいなくなったのも痛かったよね。痛かったですね。あと、あの12連敗ね、うん、藤井タイトル、藤井も前やったり後ろやったりしてたもんね、うん、ちょっとなんかハマらなかったよな、はい、34試合で5勝3敗防御率 2.33、うん、坂東ね、坂東終盤良かったんだけどね、うん、中行きましたからね、うん、前半がやっぱビリッとしなくてね、うん、チャンスもあったけどなかなか掴み取れず5勝4敗。でもオスナ投手はもう文句ない活躍だったんじゃないですか、うん、でもやっぱモイネロの怪我なく1年ってめっちゃハードル低いからね。そうですね、でもいなきゃいけない存在がいなくなったっていうところでやっぱチームにとって大きかったよね、うん、はい、で野手は甲斐が2割5分10本、2割2厘10本で、柳田今宮が怪我なく1年、うん、ちょっと足りない、ちょっと今宮ちょっとねですね、うん、やつしたからね、だからやっぱりその2位切りなんだよね、はい、これだって藤井がタイトル取って坂東受賞、モイネの怪我なく1年いたら、まあ、2位にはなれてたよな、うん、間違いなく、ね、そうですね、うんうん、ロッテ、はい、佐々木15勝、うん、小島13勝、種市10勝、メルセデス10勝、菊池8勝、増田防御率2点台、守護神最多セーブ、それは勝てるよな、うん、それ優勝する、これだったら優勝、もう圧倒優勝ですよ、うんうん、ショート固定、山口30本、ポランコ30本、うん、安田2割8分5厘の15本、高部のタイトル、荻野と中村が怪我なく1年、松川2割5分、だって去年まあね、うん、5位だったからね、はい、その中でだからやっぱノルマはね、うん、高くなるっていうところで佐々木15勝7勝4敗半分、はい、で小島の13勝は初の10勝だもんね、うん、で種市10勝、種市10勝、はい、ね、50-10いきましたね、メルセデス4勝、はい、菊池8勝、菊池0勝だよね、はい、増田2点台、防御率 3.71、36セーブ、セーブは惜しかったんだけどね、うん、最後ちょっとね、なかなか勝てなかったっていうところはあるけど、野手、ショート固定、まあ、固定はされてないけど、まあ、ガチャは終わったからっていうね、はい、山口ホームラン30本、めっちゃ期待したけどね、今年、そうですね、うん、でもホームラン14本、はい、ポランコ30本、まあ、ポランコ26本のホームラン王だから、これはまあね、はい、期待し通りね、うん、ノルマ通り頑張ってくれたかなっていう、はい、安田が2割8分5厘、ホームラン15本、ちょっとホームランも足りなかったですね、うん、2割3分8厘、9本。9本なんで、うん、高部タイトル、いや1年間いなかったから、ね、荻野と中村怪我なく1年、まあ、中村は怪我なく1年頑張ったけど2割2分はきつい、はい、で荻野は怪我しちゃった、うん、松川は2割5分、まあ、今年いなかったですからね、ま、うん、1割8分8分、うん、やっぱりこう野手の皆さんちょっとこう足りない、うん、これがちょっとずつ足りてたら、うん、もうちょっとね、うん、山口も30本とは言わないけど、今の今年のホームランの14本倍がね30本だから25本ぐらい打ってくれてたらね、まあ、ピッチャーたちももうちょっと勝ってるでしょうし、うん、そしたらあとまあ石川が怪我していなくなったっていうね、うん、そうですね、菊池ね、で佐々木もちょっとねいなくなりました、怪我もあったっていうところで、まあその中でまあ2位は上等でしょっていうね、まあ、佐々木朗希投手いなくなってからチームちょっと加工してきましたから、ね、かなり加工したね、うん、一瞬で貯金食い潰したからね、はい、うん、で優勝のオリックス、はい、山下10勝、山岡10勝、山本怪我なく1年、うん、杉本タイトル、森3割っていうところで、はい、まあ、森はね、森2割5分4厘だから、まあ、ほぼ3割じゃんね、はい、だからまあまあこれクリア、はい、杉本タイトル、杉本タイトル取ったよ一応、
あ、取ってないか。取ってないですね。あのクライマックスシリーズの MVP も取ってないんで、紅林だったもんね。うん、紅林選手でした。クレバ杉本。でも代わりがやっぱ出てきてるじゃないですか。うん、トングー選手とかね。そうだね。だからトングータイトルだね。うん。こう代わりのね。あ、確かに。うん、誰かがタイトルだから。うん、これ。トングータイトルです、これは。山下俊平とは9勝じゃない？だからまあまあね、まあほぼ10勝みたいなもんじゃんね、はい、これは最後まで投げてたら絶対10勝できてたからね、うん、山岡10勝、山岡途中からリリーフ行ったから でもリリーフが結構良かったんだよね、うん、リリーフ行ってね、うん、でちょっと後ろがね、怪我したりちょっと流動的になったりしたところ、山岡の後ろは結構良かったなっていう、うん、山本怪我なく1年、うん、そう考えたらよ、うん、山下クリア、山本クリア、杉本のタイトルが頓宮タイトルでクリア、うん、ボリほぼ3割だから、はい、ほぼクリで、まあ、でも山岡リリーフでもね10勝分ぐらいの価値あるリリーフはしてると思うから、はい、だからほぼ全クリだね、うん、クリアしたら優勝できるんだって。いや、そうですね、うん、こう考えたのよ、はい、うん、もうオリックスとほぼ全クリしても、うん、だからやっぱりこのキーマン自信持てんな、やっぱり、はい、そうですね、俺の言った通りやったら優勝できるよ、うん、それがノルマが高いのは、うん、そのチームの戦力が薄いから仕方ないし、はい、やっぱ上位のチームっていうのはやっぱノルマが少なくなってきてるからね、うんうん、それはなぜかっていうと他の選手が活躍するのは想定内だから、ここの格がっていうね、はい、ところではで、シーズン前になかった選手がこうね、あの埋めたりとかしてましたし、そうそうそう、で誰かが埋め入れてたら、うん、その人の代わりでね、うん、ってやったらそれを補えるから、はい、そういった意味ではね、うん、でオリックスぴたりでしたね、うん、初ぐらいちゃう、ね、キーマンの、うん、ノルマをほぼほぼ全部クリアして優勝ってね、うん、そういった意味ではね、うん、そんなバカなこと言ってないんでね、はい、それがクリアできたら優勝できるんで、うん、来年もね、あなたのチームのキーマン言いますから、はい、頑張ってね、うん、ノルマ達成できれば優勝できますから、はい、ぜひ参考にしてみてください、はい、はい。